なんか来ましたね。ちっちゃい。小型の曲がれでしたね。いきなりひったくられましたね。いいツッコミです。カレちゃんですね。当たってまーだで いや、今日は小さいですね。非常に小型が多いです。当たってまーすね。アーサバガレイですね。早くも春なんでしょうか。なんと。っていうのは黒頭ですね。黒です、黒です。うわ、でかー。あ、状態いいんじゃないですか。でもなんか南カエルより味見ないよね。言っちゃいますか。39あります。おー、ミスター石田でございます。ありがとうございます。すごいですね。ちょっと。なんか来ましたよ。強烈に光ってますね。ンマレですね。いいんじゃないですか。どうですかね。お刺身食べれますかね。太鼓があって非常にいい魚体ですね。はい、タックルの方紹介しておきますね。今日も京都で、プラスチックの A タイプ。こちら魔改造ですね。で、リールがシマノの2500番ですね。で、アトミックスライダーの1.35。これを使ってます。ブラーの方は、カレーブラーのダークレッド 5g でした。当たってますね。引き込みと同時に合わせます。なんか、平たい、平たい。彼ですね。渋ってますね。ちょっと衝撃画像っぽいですね。サビキにカレイが来るっていうのはですね、通常ちょっとありえないんですよ。で、まあ、餌ちょっぴりこう、つけてるんですけど、それにも増して、なぜ来るかと。まあ、これ黒頭なんですけども、ちょっとありえないですね。はい、ちょっと嬉しい誤算っていうか、まあ、テストで、つけて今日はやってたんですけども、なかなかないですね。今のカレーちゃんですね、こうちょっと普通にキャストして当たりが出なくて、で壁沿い引っ張ったら水草いるかなと思って、壁沿いにこうピュッとキャストしてずっとこうちょんちょんしてきたんですよ。でそしたらこう押さえつけはしないんですけど、バク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 食ってですね、あ、なんかアイナメっぽいなと思ったんですけど、合わせてみたら黒頭でしたね。いやー、びっくりです。それにしてもサビキに来るなんてね、ちょっと考えられませんね。まあ、ベロンとこう長くこう餌つけないで、小さく切って使ってるんで、まあ
いいんですけど、これがちょっと戦力になるとちょっと面白いですね。なんかついてますね。お、あれだ。あれだ。やっちゃいました。あっちゃ。まだいる。もう一回来ましたね。ゆっくり巻きます。おいでおいで。おいで。おいで。あー、平たいですね。黒頭ですね。とことん黒頭ですね。抜きます。危ないかな。念のために、タモ入れます。うん、ネットインです。うわ、オートリリース。良さげですね。いいですね。ちょっと風があったんで、カレーブラの 5g、これを使ってましたね。会心の1枚でございます。今のあの、当たり方なんですけど、キャストして、着底して、こう誘ってきて、当たったんですよ。で、当たって、一回合わせをくれて、途中までね、ついてきたんですよね。あ、よし、もう一枚追加と思ったら、ピュッと逃げられたんですよ。で、その後に、すぐベールを返して、着底してあげて、たら、もう一回来たんですね。活性が一時的にワッと上がったんですかね。それとも、ほとんどイレギュラーだったんですかね。ちょっと不思議なとこですね。いきなり持ってきましたね。ソイ君でした。ね、何も考えないでポロ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 捨てていくんですよね。よいしょ。飲むかな。あ、はい、よいしょ。はい、OK です。軽い当たりですね。水草がですね。なんか来ましたね。あ、カレーですね。砂、ん？砂カレー？あ、違う、クロガシラだ。抜きます。うん、こんな感じですね。竿先を止めた子がいますね。ウィウィって言ってますね。あれ、やめましたね。ちょっと仕掛けてみます。なんか来ますよ。多分平たい子ですね。スーッと下をずーっと来ました。よし、おいで、上がっておいで、上がっておいで。よし、おいでおいで。あー、黒頭ですね。抜きますよ。だいぶ食いしぶってますね。お腹に泥べったりついてます。ダークレッドのブラウン 3g ですね。こういう食いしぶり、どうしても餌飲み込んでくれないっていう時は、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけブラを軽くしてあげて吸い込みやすくするのも一つですね。
今の当たり方はですね、こうちょっとキャストして、で着底後ちょんちょんしちゃうんですけど、竿先をちょっとだけプッとこう止めるような当たり方でしたね。非常に微妙な当たり方でしたけど、日本海の今時期の魚こんな当たり方しかしないんですね。あのガバ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 引くっていうことはほぼほぼないと思います。とうとう念願の一枚でございます。水草ですね。30ぐらいはあるんじゃないですかね。大文字さんです。ありがとうございます。地元で1枚出ましたね。30アップですね。ありがとうございます。当たってますね。フグかカレイかどっちでしょうね。おっ、サイズアップでございます。まあ下に落としたものにちょっと反応してますね。さっきからねフグの猛攻がすごいんですよ。ワンキャストワンヒットのな感じでフグちゃん来てますね。やっぱ越冬したんですね。とてますね。なんか来ました。わお。ゲスト。あ、今一枚ですね。繋がれちゃうんですね。はい、お疲れ様でございました。今帰路に着いたところですね。時刻の方は5時を回ってしまいました。いや、道の駅ももう閉まっちゃいましたね。今日はあのソフトクリームお預けでございます。さあ今日はですね、いや渋かったですね。あの前回と同じポイントに入ったんですけども、なかなか、キープサイドを出すことができませんでした。で、朝まとめ久々に入ったんですけど、あの連れてくるのが全部もう手のひら以下の小さいサイズ、これがこうバカスカバカスカ釣れまして、数は入ってるけども型がなかなか出すことができませんでした。で、あの場所を変え、あの手法を変え、ブラーを変え、誘いを変え、いろんなことをやってようやくっていう感じでしたね。黒頭が4枚、唐揚げ用のカレーが2枚、アイナメお刺身用が1本っていう感じでしたね。まあ前回ですね来た時はあのマガレーと、スナガレー、これが多かったんですね。でなぜか今日はですね、黒頭それからスナガレーになってたと。マガレーちゃんは一体どこ行っちゃったのっていう感じなんですけども、まあ今日はですね、サビキをやってるホッケ釣りの地元の方もですね、非常に苦戦いたしておりました。大変混み合うあの釣り場なんで、あのトラブルのないようにしたいなと思うたくさんでございます。次回はですね、また張り切ってやってみたいと思います。それじゃあお疲れ様でございました。楽しい釣りを。